エド・アッパティッチオは、アメリカが州国ペンシルベニア州、レートローブ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。ニックネームは、バティ。イタリア系の血を引く、史上初のメジャーリーガーである。1897年、ペンシルベニア州のグリーンスバーグで、セミプロの選手として、野球を始めたアッパティッチオは、同年9月4日にフィラデルフィア・フィリーズで、メジャーデビューを果たす。 翌1898年もフィリーズでプレーし、25試合に出場した。1899年から1902年までの4年間は、マイナーリーグでプレーを続けたアッパティッチオは、1903年に、ボストン・ビーン・イーターズでメジャーリーグに復帰。ビーン・イーターズ加入後はレギュラーに定着し、1903年には、主に二塁手として、1904年と1905年は、 遊撃手を中心として、試合に、出場、3年連続で100アンダー以上を記録した。このうち、1904年の148アンダー、1905年の170アンダーは、チームトップの数字だった。一方、守備では、当時の野球のレベルが未熟だったという背景もあり、この3年間で211個のエラーを記録している。 ビーミーターズでの3年間を終えた翌1906年には、アッパ・キッチオは、9界を去り、ホテル経営の道へ進もうとした。そのためこの年は、どのチームでもプレーしていない。しかしピッツバーグパイレーツが説得に乗り出したことで、本意し、パイレーツに入団。当時パイレーツには、史上最高の遊撃手とも評されるホーナス・ワグナーが、在籍していたため、 アッパティッチオは二類種としてプレーすることになったが、1907年と1908年の2年続けて146試合以上に出場し、125アンダー以上を記録するなど安定した働きを見せた。1909年、パイレーツに新人二類種のドッツミラーが加入した。そのため4月で32歳を迎えたアッパティッチオは大きく出場機会が減ることとなったが、 この年チームは110勝42敗という圧倒的な強さでワールドシリーズに進出。アッパティッチオも自身初となるワールドシリーズでの試合出場を果たした。翌1910年はさらに出番が減少したアッパティッチオはシーズン途中でボストン・ダブズへと移籍。しかしダブズでも二類種のデイブ・シェインが26歳、遊撃種のビル・スウィーニーが24歳。 若手がポジションをキープしており、アッパティッチオは結局52試合に出場しただけに留まった。この年の9月15日が最後の試合となった。1957年、フロリダ州のフォートローダーデールで死亡。主なポジションはセカンドとショートで、通算ではセカンド419試合、ショートを388試合務めた。 その他には、サードと外野を守った経験も、少しだけある。また、高い総力を持った選手でもあり、5年連続20、盗類以上を記録したこともある。特に1907年の35盗類は、リーグ7位の数字だった。アッバティッチオは、プロの野球選手というだけでなく、プロのアメフト選手の講師でもあった。1895年には、アメリカ最初のプロチーム。 レートローブアスレチックアソシエーションに所属し、フルバックとキッカーとして活躍した。ありがとうございます。